ベルチテは、スペインアラゴン州サラゴサ県のムニシピオ。コマルカとしては、カンポデベルチテの中心地である。アラゴン州の州都サラゴサから約40キロメートル南東に、ある。ロボ丘陵を最高地点とする小高い丘に囲まれた、平原上にあり、ベルチテ周辺は、アラゴン州で、最も乾燥した場所の一つである。エブロ川の支流であるアグアスビバス川の流域にある。 1118年には、アラゴン王アルフォンソ一世がこの地に残っていたタイファーのサラゴサ王国を破り、1122年には前線を守るためにベルチテ騎士集団会が設立された。ベルチテの町は19世紀以後に2つの激しい戦闘の地となった。スペイン独立戦争中の1809年6月15日、フランス軍とスペイン軍がベルチテ近郊で戦った。 スペイン内戦までのベルチテには2つの修道院といくつかの教会があったが、スペイン内戦中の1937年8月24日から9月7日、共和派と反乱軍の間でアラゴン戦線の一つとしてベルチテの戦いが行われ、かつての市街地は完全に破壊されて廃墟となった。フランコ独裁政権は廃墟を内戦の域体散として残しておくことを命じ。 内戦終結後の1939年以後には、ゴーストタウンとなった廃墟に西側に隣接して、新市街地が建設された。新市街地の建設には主に共和派の囚人が借り出された。1964年には最後まで廃墟に残っていた住人が新市街地に引っ越した。この廃墟はいくつかの映画の撮影に使用されており、テリー・ギリアム監督のコメディ、バロン、 ギレルモデルトロ監督のダークファンタジー、パンツ・ラビリンスなどのロケ地となった。廃墟に加えて、新市街地の西側にあるプエイ城の聖母神殿も、この町の見どころの一つである。廃墟は、ガイドツアーの目的地にもなっており、年間1万人以上が訪れる。ありがとうございます。